フルーは、かつて存在した、日本のロックバンド。2016年結成。所属芸能事務所は、NPO 法人アクアチッタ。所属レーベルは、アクアチッタレコーズ。2016年9月、徳島市万代中央不当のイメージソング、水色を披露するバンドとして結成された。ボーカルはオーディションで合格した14歳の丸山、純奈。水色は、 作詞を元チャットモンチーのドラマーであり、作家の高橋久美子が担当。作曲は、東京に活動拠点を置く、徳島県出身のアーティスト、区、直木本が手掛けた。2016年11月、モズ中央府島で毎年秋に開催されるイベント、アクアチッタフェスタメインコンテンツである、音楽花火に合わせて、水色が生演奏で披露され、実質それが、デビューステージとなった。 この模様は FM 徳島にて、現地より生中継された。そして、アクアチッタフェスタ2016を終えたメンバーは、記録音源として、水色の CD 制作に着手するが、その際新たに3曲が書き下ろされることとなり、4曲入りの、ファーストミニアルバム、水色の完成に至った。同タイミングで、バンド活動の継続を希望し、バンド名を、パルーと命名したのは、丸山淳がである。 水色バンド、カッコカリと呼ばれていた。パルーとは、ハワイ語で青を意味する。モズ中央不動の水辺のイメージと、アクアチッタのイメージカラーがその発端である。2017年3月末日をもって、ベースの石川慶子が、記録用 CD 制作という当初の目的を果たした、ダメだったい。新たなベーシストが見つかるまでのつなぎという条件で、岡部が、 サポートメンバーとして加入することとなった。2017年5月14日に開催されたレコ発イベントをはじめ、その後も様々なイベントに出演。また、全国の港町を巡るツアーを観光し、その一環として福岡県北九州市の文字港で開催されるイベントにも出演する。このイベントが初めてのライブ遠征となった。修学旅行のような 楽しい時間を過ごすこととなりメンバー同士が打ち解ける大きな機会となった。その模様はポルさんが行くとして YouTube にて配信されていた。その後ポルさんが行くは東京、天王ズアイル編、長崎編、京都編の計4作が制作された。京都編は2日間の限定公開であった。同時期、徳島県内ではツタや平ら双店舗にて CD 販売開始。iTunes では音楽配信を開始した。ちょうどこの頃、目標としていたモンスターバッシュ出演をかけたオーディションに出場するが、僅差で落選。これをきっかけにメンバー同士の絆がより深まり、みんなで楽しく、日本一という共通の合言葉が生まれた。2017年9月18日放送のミュージックステーションウルトラフェス2017出演を、 かけた、テレビ朝日主催オーディション、エムステイの階段にエントリーし、約2000組の出演者より出演が決定した。ジュンナの発案でエントリー。約2200組の中から視聴者投票と番組、審査員によりパルーの出演が決定。披露したのは、シング。水色に収録されている音源をバンドバージョンに変更。ジュンナのアカペラで強い印象を与えられるよう、 番を中心にアレンジを加えた。テレビ放送時にジュンナが着用した衣装はパルーのイメージカラーの生地を使い、ジュンナの祖母とその友人数名が手作りしてくれたもの。たくさんの人の思いが詰まった衣装である。番組出演後より、地元メディアだけでなく、県外からもライブ出演のオファーが急増。この頃よりジュンナは活動の主軸をソロからパルーにシフトする。同年10月には、 以前より NPO 法人アクアチッタとつながりのあった天皇ズアイルにて水色の東京編ミュージックビデオを撮影しミニライブ開催を行ったポルさんが行くでその模様を公開している11月アクアチッタフェスタ2017でも音楽花火でステージに出演2年連続での音楽花火出演はパルーが歴代初となった披露した楽曲は 水色と、シングの2曲。入場者数は、前年度を上回る1万3000人となった。この度の花火は、NPO 法人アクアチッタメンバーの呼びかけで、クラウドファンディングを募った結果、無事花火の打ち上げに成功。バンが所属するバンド、バンドネオンのステージ出演中、スタンドに立ててあった愛用ギターが、強風に煽られ、ネックが折れてしまった。 音楽花火は急遽別のギターを使用し演奏した。その年、翌月12月3日に放送された、テレビ朝日系、音楽チャンプ、第1回中高生制服チャンプンナが出場。クリス・ハート氏の、I love you を、感情豊かに歌い上げ優勝。見事チャンプの座に輝く。その後、凄まじい集客力のあるバンドへと急成長を、遂げるパルー。 ライブのオファーも激増することとなった。3月には、九州での学園祭ライブに初出演。温かい歓迎を受ける。その時の模様は、長崎、出島訪問と共に、ポルさんが行く、に収録されている。また、同時期、純奈は、朝日テレビ系、音楽チャンプ丸山純奈デビューへの道にて、杉山勝彦氏作詞、作曲のドラマで配信ソロデビューを果たす。 2018年5月5日、セカンドミニアルバム145をリリース。ミュージックステーションウルトラフェス2017にて披露された楽曲、シングのバンドバージョンほか、全員4曲入り。145は当時の淳ナの身長を表す。この CD を携え初のワンマンライブ、ひよこの卵を東京、渋谷の老舗ライブハウスエグメンにて開催。 発売開始わずか2時間でチケットは完売となる。翌月6月には、大阪を代表するライブハウスバナナホールにて、ひよこの卵大阪編を開催。東京ワンマンで得た課題を、大阪では見事クリアし、成長の過程が垣間見えるライブとなった。パルーファン名称を募集し、青組と決めたのもこの時である。2018年8月パルーの大きな目標の一つであった。 モンスターバッシュへの出演が決定。前年はオーディションで落選していただけに、メンバースタッフとも歓喜に湧いた。初めての中、四国最大級野外、ロックフェスで、茶ャドステージに出演。観客みな一緒に手を振りながらの水色は、感動的であった。アットホームな雰囲気の中でライブを終え、バントクマゴローは、好きなアーティストのライブ三昧、ケータは出演者バックヤードで振る舞われる。 さぬきうどんをはじめ香川のえりすぐりの美味しい食べ物とビールを堪能。ジュンナは大好きなアイミョンはじめアーティストと一緒に写真撮影を楽しんだ。2018年9月14日、NHK 四国の番組企画でアンジェラーキシカき下ろしのふるさとの色を公開録画でドクターキャピタル氏とジュンナが初披露する。夏の疲労と活動の繁忙が重なり、 2018年10月ジュンナが緊急入院。活動再開後はパルーとしてのライブ活動を抑え、ジュンナはソロ活動を中心に展開することとなる。週1回のスタジオ練習を続ける中、新しい楽曲制作に力を注いだ。アクアチッタフェスタ2018音楽花火では夢見る虹色を披露。以降、音源制作に本格的に取り組むため、 作詞やスタジオ練習は継続するものの、パルーとしてのライブ活動は一旦休止。ジュンナはソロで活動を続けることとなった。同時期にジュンナの芸能プロダクション所属が決定。メンバーによる話し合いが繰り返された結果、それぞれが各々新しい道を進むこととなる。バンは楽曲制作に取り組みながら、他のアーティストとのコラボ、また楽曲提供など幅広い活動を予定。 柳本は、スタジオミュージシャンとしての新たな挑戦へ。淳奈は、東京に拠点を移し、シンガーソングライターとしての、第一歩を踏み出すこととなった。熊五郎は主軸であった、バンド、ザ・忍者の活動に皆より一足先に専念することとなり、サードアルバムの制作には携わっていない。おののの選んだ道で高みを目指すことを決めた彼らの、ため、 プロジェクトの始まり、水色制作に関わった高橋久美子氏、区、直柿本氏の二人が再び関わり手がけた新色はじめ、メンバーの新たな決意やそれぞれの思いが描かれた全6曲、サードミニアルバム、NEXT 2019年3月20日リリース。新色のミュージックビデオは、モズ中央不動で、再び撮影、水色を、 フラッシュバックしつつ新たな決意を胸にスタートを切る、純奈の姿が力強く、また思い出の映像も随所に散りばめ感慨深い作品とした。2019年3月16日、第二の故郷、天王ズアイルのライブハウスキワにて、最後のワンマンライブ、ネクストを開催。2019年3月24日、モズ中央不動でのラストライブをもって解散。同日、 メンバーからファンへ感謝の気持ちを込め、パルーの大感謝祭、パルーフェスと大師パルー主催の音楽イベントを開催するに至った。約300人の観客で賑わったパルーフェスの終演では、花火を打ち上げるというサプライズ演出もあった。2019年8月末日をもって、楽曲全作品の販売、配信を終了。オフィシャルホームページ、ツイッター、フェイスブックを閉鎖。 YouTube チャンネルでは閉鎖前日に秘蔵映像を限定で公開するというサプライズを行った。ありがとうございます。